ゆうぜいでございます。こだものマスクワンビットマスク審査員さんと出てますけど、まあなんかすごい音しますよこれ。すごいよ。プリセットがもう刺激的です。すごい。これビットマスクってなかなか聞き慣れない、言葉ですけど、まあコンピューターの用語ではマスクってあとかぶせるみたいな、マスクするっていうよく言いますよね。これね、波形がいろいろ入ってるんだけど、それを数値化してあるポイントをこうマスクして、数値化したものをそのマスクした状況でいろんな波形を生成して、それをもとに、ADSL フィルターとか
エフェクターを駆使して音を作っていくという方式なんだよね。まあ、それでビットマスクシンセサーという。だから多彩な波形、まあ、ここに出たのは代表的な、その一つの波形から波形を数値化して、マスクしたいろんな波形が全部で256個あるんだけども、その中の代表的なものをここにマスクスという形で出るけど、まあ面白い音しますね。こういうね、アナログっぽい音も出るし、当然こういうノコギリは使えばね、こういうアナログっぽい音が出るわね。アルペジエーター、アフタータッチがすげえ。ノイズもありますから。だからその波形を数値化してマスクした状況でいろんな波形を生成、結果生成されてるっていうことで、なんかクリアだよね、波形の。スプリットされてます。スプリットモードね。アフタータッチで。よい。当然スプリットもできればレイヤー、2つの音がレイヤーされてますね。あ、これ10音ポリフォニックなんで、レイヤーの場合は5音になりますね。あ、だからマスクしてできた、割と FM で出てくるような波形もここに出ちゃうね。ここにね、シーケンサーがいるんでね。で、このボタンを押して、レックボタンを押してやると、
で、ループする、ループする。よくできてますね。いい音だ。これ面白いのが、これアタックが遅い音なんだけど、これスラーモードっていうのがあって、こう弾いてるところで弾くと、すなわちエンベロープがこうスローアタックが効かないという。でも一緒に弾くと、なんだけどスラーで弾くと、これはなかなか面白いアイデアだね。これもそうなんだけど、最初のエンベロープがこうかかってんだけど、その後はタッチでこうなってるわけですよ。じゃあね、中を紐解いていきましょうか。ちょっと、じゃあユーザーとプリセットがあるんだけど、適当にユーザーにしますね。これがイニシャルボイス。で、オシレーター、ここエディットの画面ね、オシレーターが2つあります。で、オシレーター1やると、ここにね、マスって出てますね。こうパラメータここでもいじれるんだけど、マスクの7ってことだから、今これが出てんのよ。ちなみに8にしてみますね。ほら、見事に弾く気配。で、どんどん変えてきます。8から、今15これね。28これ31には三位派がいますね。お、見事に三位派。今マスク波形をこういろいろ一つの波形で数値化したのを、いろんなマスクをして出来上がったバリエーションね、の波形。面白いよねこれ。やっぱいろんな音があって、これ最後か。だから音程も変わるんだよね、マスクするとね、波形の生成がこういうふうにできるんだよね。じゃあ、まあ、一応のこぎりにしましょうか。でね、このエンベロープっていうボタンを押すと、ここでレベルが出てくるんだよ。レベルとかアタックタイプとかループとかレベル、これレベルなんで。波形のレベルで、じゃあちょっと24にしましょうか。オシレーターの2は0なんで、これ入ってない。 OKOKOK。 じゃあ、消して、オシレーターの2の、ちょっとリチューンをかけてみよう。ほらほら、フィルター、入れたところに当然レゾナンスいるわね。いい感じですね。で、ここでフィルターのエンベロープ入れてやると、フィルターのいい感じになるでしょ。
LFO 例えば。LFO も 2K といって、エフェクターが、これコーラス系で、これでいろんな4文字で出てくるんだけど、エフェクターのタイプでコーラスの、いろんなコーラス、これコーラスって意味だけど。で、じゃあ2の、2にはディレイがいるな、これね。これディレイ。DL ディレイって言うから。ちなみにノイズもいますね。ノイズも。ノイズもレベル上げてると。感じで、作っていくと。で、気に入ったらライトを押してやれば、録音のね、ちゃんとセーブされると。割とっていうか、どうやってプログラミングするかなと思ったんだけど、割とシンプルにできてますね。ここのところでいろいろ呼び出してあげて、当然、モジュレーションマトリックスとかもあって、で、ボイスをこう、そのユーザーのとこ、自分のユーザーのとこに入れてやると。で、これ言うでしょ。で、P に行くとプリセット、これはメーカーが用意したものがプリセットが、このね、サウンドフロービルとよく分かりますね。ピッチの変調があって、オシレーターの1と2があって、さっきのノイズもあって、そのマスクの波形をいろいろ選んでやって、それに対して ADSR があって、ピッチのね、でフィルターの ADSR があって、エフェクトの1と2とバランスをとって、最後にアウトプットが出てる。考え方はとてもシンプルです。ただビットマスクということで、波形の、このクリアさが新しい。で、何気にね、重たいんだよね。この重たさがいいなって。良いです。これフランス製なんですけど、とても新鮮ですね。手の交換は得意そうだね、こいつは。これコンピューターのエディターがあるといいね。そうすると簡単にこれに取り込めたりとかね。全部ね、この4文字で全部ラーされるので、これ、慣れれば分かるんだけど、慣れないと難しいかもしれないね。これ音色名が出てんだよね。エアリーなんとかって。
スクワンでした。